はい、皆さんこんにちは、のうです。今回ですね、はい、視聴者リクエストをいただきました。こちらのグロリーダーク使って、バトスタに挑戦してみたいと思います。はい、まあベジットブルー海洋圏、この前紹介したね、あれにちょっと似てるんですけど、まあこっちの方がバーストついてて火力が出しやすいっていうのと、エナジーを別にね貯めていっていうところが使いやすいで、ブルマ BR、 はい、パンゼノ、タンバリ、オレン、グレッサイ3号ときて海洋神エリートで、今回のデッキはですね、まあこのブルマ BR、 これ何気にね初めて使うんでちょっと楽しみ。まあこんな感じ。はい、記録回復はいません。はい、なのでまあグレサイトアプリでなんとかするみたいな感じかな。実際ドミグラとかヤムチャいなくてもそういうのでなんとかなっちゃうんで、今はね。さあ行きましょう。さあ、いやなかなか見ないちょっとデッキなんじゃないですか。まあこのブルマ BR がね今意外とバトスタで多いんですけど、はい、こんな効果です。はい、必殺技発動可能にさせて 1.2 倍ダメージっていうで、ブロリーダーク究極バーストでね、ダメージ倍率 1.44 倍かかるので、これにさらに 1.2 倍を上乗せするっていう、はい、まあ、単純計算でも1万5000ぐらいの火力が出ます。でそこに加えてさらに固定ダメージっていう、何これ、マジかあれか。うわ、相手も同じようなデッキっすね。いや、しかもタンバリンとオレンも被ってる。なるほどね。いや、でもそうだな、サポーターさえ作らなければなんとかなるよね。なるほどね。うわー、プリボーナス高いな。なるほどね。これは意外と強い。いやでもサポーターさえ作らなければどうってことはないよね。だから1ラウンドからバリーも切っちゃいます。で弾も出して、ブルマをグロリーにリンクさせておしまい。いくぜ。さあここ結構相手からしたら難しいと思うんですけど、まあベジットにブルマくっつけてベジットの一体出しか、まあ、バニーも切ってくるかっていう感じですよね。はい、バニー切ってきた。あー、読まれてるな。多分こっちがサポーターを作れないっていうあれを生かして、まあ、バニー切ってきたんでしょうね。はい、多分相手結構強い、これ。うん、さばき見てればわかる、結構強い。はい、はい、OK。そうっすね、まあ、パワー奪われたけどブロリーの固定ダメージがあるからなんとかなる。うん、なんとかなる。あー、シャンパか。いやー、きついけども、まあしょうがないね。はい、こっちはこっちでね、ベジットのパワー6000下げたので、まあまあ五分五分かな。はい、でこれで3000下がってるんで、まあ、ベジットはパワーマイナス。これ確かそんなに元のパワーないよね。6500ぐらいだったような気がする。はい、聞きましょう。まあ、固定でなんとかしよう、ここからは。さあ、相手のエナジーが4個、今当てれば4000固定。あ、いいね、パンチャーの記録回復でかい。はい、で最速。やばい、ブロリーの技が光ってる、めっちゃ頼もしい。ああ、いい、押せるんかい。やっぱ強いな、この人。いやいやいや、まあまあまあ、ここはねミラクルダメですよ、ミラクルダメ。ここですよ、ここ。そう、これ決めないと意味ないから、できればベジットに行ってほしかったね。ああ、マジでうまいな、こいつチャージうまいな。おら、おっしー、きたー。あー、でかい。あー、でかい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 。これで結構火力出るはずなんだけど、パワー持ってかれてるから分かんないんだよね。こっから減らない気がする。あー、だよね。あー、強い強い、それ。あー、かっこいい。いや、言わずと知れた親父投げで、あ、意外と食らうやん、意外と食らうね。ドーン。あー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、普通にいいダメージ、普通にいいダメージ。はい、サイヤマンがなんか、サイヤマンがタンバリンに入りそうな感じがある。ここ
あーやっぱりな、だと思った。なんかそんな気した今。あーできれば起こしてほしくなかったけどね、これね。はい、なんか最速の方がチャージうまい気がする。さあさあさあ、ベジット確か一人で出さないと連続攻撃にならないので、ここは1回、しかもパワーマイナス。これは最速。あーうまい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 、普通にうまい。あーパンチ気でしたかもしれない、もしかして。あーでも大丈夫か、サイヤマンで起こせるから大丈夫。意外と強い意外と強い。あーマイナスにしては食らってる方ですね。まあガード持ってかれてるからしょうがないか。あとブルマの 1.2 倍が地味に強い気がする。はいパーフト、よし、オッケー、ラウンド2。はい、ここはいや相手多分ここで一人出ししてくると思うんだよね。もう相手からすると複数出す意味がないので、なんかここでねベジット一体出ししてきそう。決めました。はい、さあお相手が、お気絶向こうっぽいね、 OK。 はい、いや僕はちょっとねあるアプリを設定しました。はい、まあ後々わかります。さあここはね、まあ、オレン下げたいかなっていうのもあるんだけど、こうしよっか。はい、オレンだけ今パワー生きてるので、こいつにゴッドダム持たせて全出し。危ない危ない、これ忘れるね、これ。うん、ちゃんとアシストさせないとね。はい、行きましょっか、行きましょう。あーですよね、はい、一体出し。なるほどね、駅で積む子。まあでもそれはそれで、うん、ベジットの攻撃はフリーズで完封できるので、まあ問題ない。でバトルカプセルは自分チームに投げましょうか。あーでかい、よしでかい、これはでかい。はい、いい感じにブロリーにタンチャーのカプセル乗っかったんで、チャージもまず負けないと思う。で技は打てなくてもブロリーだけ打てちゃえばぶっちゃけ問題ないので、はい、エナジーゲームもあんま関係ないですね。よし行きましょう、ワンチャンこのラウンドでいった可能性が高い。さあでベジットガード3000奪ってるからそれなりに入るよね。はい最速、あーこれは素のミラクルですね。はいバクト、あでゴッド玉のレベルマックス、でかい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 、おーでかい、やっぱ出るな。ただ相手も出るね、こっちがミラクル出ると相手も出るようになってんのかね。おー嘘だろマジか、そこで最速パーフェクトか、なえるな。いやしかし、しかし次のラウンド行ったとしても、いやうまいんだけど、何この人、何もんだよ、何もねやね、うますぎるやろ。あーしかし、いやしかもめっちゃミラクル出る、なんで。おっしゃ、よしよし、これをブロリーで決めなかった。さあ OK、 ドット玉、あーそうこれはい、バトルアプリはこれにしました。攻撃ガンガンアプリ、ワンチャンこれブロリー当てればいけたんだけど、まあラウンド3いきましょうか。よし腹をくくりました、ラウンド3いきましょう。さあでこのラウンドのベジットの攻撃はフリーズで完封で、次のラウンド、まあ、相手が出してきたらやばいか、じゃあいや相手が出してくるのを考慮して次はオレン下げます。すごいね、めっちゃダメージ入った。はい、オレン次下げましょう。あ、オッケー、ドロームやっちゃおうか、楽にしてあげる。あ、ちょっと待って、あ、
いやパワーマイナスでしょ。一応やってみよっか。わかんない、ワンチャンこのラウンドでいったかもしんない。あー、いかないかな、わかんない。でもスーパーエナジーもあるんだよね。やっちゃおっか。うん、やってみよう。絶対いかないけどね、絶対いかないけど、一か八かでやってみよう。あー、まあですよね。いやもうダメージよ。はい、オッケー。はい、オッケー。なんか不適切な表現が含まれてましたけど、オッケーです。さあ、デフリーズアタック決まりですね。さあ、これで相手次出さざるを得ないよね。こんだけ削られちゃったらもう出す以外の選択肢がない。で、次相手の戦闘力多分1万5000なんで、オッケーさ、オッケー、タンバリンならオッケーで、確かこれっていや、亀裂ついてたと思うんだよね。あー、やっぱそうだわ、だよね。これサイヤマンで起きるし、サイヤマンで戦闘力2000上がるでしょ。逆にいいんじゃね、ぶっちゃけ。はい、ラウンド3。あ、待って、これ先行取れるかもしんない。1万5000以上出れば OK。 あ、待って、相手クイック狙いだこれ。いや、でも計算が正しければ相手1万5000ちょうどなんだよ。はい、でクイック取られた。15499と想定。さあ、どうか。超絶ギリギリだけど先行取れんじゃねえかなこれ。頼む。いや、まあ、先行取られるとちょっと厳しいな。ドロー龍拳2つ追撃があるでしょ。で、技打てる。やばい、さすがにやばい。頼む。よし、いやー、あのね、暇な時にこう戦闘力計算してたんですよ。したら相手5人記録マックスでベジットの記録スカスカだから、いや、これ1万5000しか出ないよなと思ってたんですよ。で、こっちサイヤマンで記録回復してるからワンチャンいけんじゃねって思ったら取れました。あー、でも最速はやっぱうまいな。最後の最後までうまい。あー、オッケー、空気読んでる。パンちゃんで KO できますね。まあ、できればブロリーダークで終わらせたかったけど、まあまあしょうがない。あー、強い。で、しかも復活封印を前のラウンドで刺してるんで、これはもらった完璧な勝利。ほら、オッケー、しー、終わった。いやー、強かったな。オッケー、KO。 はい、ということで、今回はこちらのね、はい、スーパードラゴンボールヒーローズ7段のシークレットブロリーダーク使ってバトスターに挑戦してみました。はい、やっぱブロリーダーク絵柄かっこいいんですけど、性能もね、抜群に強いし、今ってエナジー絶対的貯めてくるんで、本当に環境に刺さるね、いいカードだと思いました。で、やっぱ相性いいのがこれブルマね。はい、ブロリーってエナジー8個なんで、まあ、究極バースト打つまでの労力がかかると、それをブルマで一気に解決できるんで、この2枚めちゃくちゃ相性いいと思いました。という感じでご視聴ありがとうございました。ノア先生のヒーローズ講座。